さん泣き跡期待されてたわざがないってバレてリングを去った得意なベアハグつまり熊の抱擁脇の下の音外人恐れた学生時代や相撲で鳴らしたパコンパコンいわゆる普通のレスラーなんかじゃない絶対ないママさえいなきゃもしかすりゃ僕にも弾けたいたような立場のよし一人二人めんどくさい。